そのだけではレーステンの時間です。今日の解説はスポーツ日本桑原伊沢大記者の解説でお届けします。新興竹の上です。小原さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークシリーズが終わりまし た、えー、まあ通常開催に戻りますがあのまあ日程はねずっと水木金と一緒でしたからね,ね、はい、えとやっぱりにぎわいましたしあの我々としました嬉しかったですね、はい、そうですよね楽しかったですね、はい、<laughs> まあファンの皆様にも楽しんでいただけたんじゃないかと思いますまあゴールデンウィークシリーズまあ人によっては休連休ですがもっと長い方見た,たようですけどす、ねはい、あのクワさんはどう過ごされました、えー、普通に仕事してましたよね <laughs>、はい、よく顔も合わせてましたしね全く関係なかったですねそうなんです はい、まあ、はい、むしろ忙しくなるというのがね。はい、このゴールデンウィクシリーズです。はい、まあ、しかし、ファンの皆様に楽しんでいただけたら、何よりと、ね、本当それが何よりですからね、うん。得意した。本当にあの盛況のうちに幕を閉じたというところで良かったなと思えるところです,、はい、そうですね。だから、それをね。流れであの来てくださったファン、めったに来られない方が来てくださって、その後にまた普段のそのだけを楽しんでいただくという形になっていただくの、ね、はい、本当にありがたいなと思います、はいえー、そのようにしてお楽しみいただきたいと思っています、えー、今日は桑名さんの解説です。どうぞよろしく。お願いします、ね お願いします。ますえー、それでは今日も2つのレース展望してまいりましょう。10レースが b1 クラス、そして11レースが a2 クラス準オープンのメンバーですえー。まずはメインの若葉特別 a2 クラスのレースト数スト12頭ご覧のラインナップで行われます。で、人気は2番の衛生キヒート前走移籍初戦。このクラスを勝ちました。えー、人気にはなります。えー。さて、桑原さんの印です。うん。あら。 対抗に番ですね,そうですねやっぱりもう、あの転入初戦からね強いところを見せてた馬なんでね、幼稚園コース、ーうん、やっぱりその姿がちょっと忘れられないなるっていうのがあるんでですすねそうかで本命されたのがその8番、幼稚園コースということです 2>,、はい、まあ2連勝した後に A2 クラスに上がって4着、11着、10着と。はい この成績ななんんでですすよねねそう本当にちょっと今リズムが悪いといえば悪いんですけどただ前走に関してはね、うんはい、ちょっとブリンカーをつけたことで、ね、ちょっと息っぷりが良くなりすぎてかかっていきましたよねただまあそれだけにね、まあ、度外視できるといえば度外視できるんでね今回は外す予定ということで本来のね姿が戻ってくればこのクラスでも十分にやれる馬ですからね。そうですかということで、まあ、人気下げ ているというところは、むしろ買い材料と見るわけですかです、ねですね、はい、はい、あ、特に2番 ac ヒートに人気集中という形になりました。で、まあ、太鼓に留められましたが、あの前走ね。結局3番人気になったように、はい、ちょっとね。あのファンの皆様も。 半半信半疑もともとの実績場ですけど、金走内容からなかなか手を出そうかどうかというところ、迷われたところですよね、はい、そうですね、やっぱりなかなかね、うん、いくらレベルの高い難関とはいえね、この成績でちょっと最初は手を出しづらかったでしょうからね、はい、ただね、前走は本当強かったですからね、本来ならね、もうここ本命視するべきなのではあると思うんですけどね。<laughs> ただやっぱり金量をね1キロ背負うっていうことで,で、ね、やっぱり息っぷりがね鈍ればこの枠なんでね包まれる恐れもありますからね、うん、はいはい、はい、まあそういう意味でもちょっと評価一つ下げてますけどねえー、まあ当然有力候補の一頭ということですね,ですねはいはい3番手1番統計ーに印が入りました。 はいまあ、こちらは、ね、本当に今、副長ムードですからね、はいはい、しかも仕事さを生かすにはもってこいの枠ですよね、うまく立ち回れれば、ね、ここでも頭まであってもいいのかなという気はしますけどねもともとこのクラスは勝っている実力はですからね。そうですね えーという1番の統計野郎は3番手た、まあ、まであってもいいかもしれないと、はい、4番、もずきんシ人気が今回はありませんそうですよねも,うもちろんそれは分かってたんですが、はい、まあ前走はねさすがに距離が合わなかったんですけど、はい、それでも大きくは負けてないんですよね徐々にねあの立ち直ってきてますからね状態は上向いてるんでね、うんはい、ちょっと軽視は禁物なのかなという気はしますけどね。 はい、あと7番、スマイルプロバイド9番、エイシンミキサーに印が入りました10番ですね、はいあ、ワンダーバロレススマイルプロバイドね、あのー、ちょっと当てにならない面がある馬なんですかね、本当、うん、ほんとここ3走が強い勝ち方ですよねい。それに加えてね、やっぱり減量騎手の、ね、そ<う>石動騎手。 これ怖いでですすよねうんそう,なんですねもうほぼ裸同然と言っても過言ではないんでね <laughs> であのスタートがねあの本当に指導、機種だんだんもう型ができてきたというかう、ね、あの卒がなくなりましたよね、そつないレースぶりができていまして B2 を勝ってその後 B1 連勝のスマイルプロバイド、はい、うんこの5 1キロもともとの実力馬ですし、はい、あのここは当然ね A2 クラス勝ちクラもありましたから、そうなんですよね。これちょっと人気も集まるかもしれないですね。そうですね。まあ二つ分けてみれば結構人気すると思いますけどね。はい、ねはい。まあ抑えておく一等ということですね。はい、ワンダーバローレどうですか？はい、こちらね大崩れしてないよで、ね、まあ力あるのは確かなんですけど、まあ、はい、ただ勝ちきれないっていう点はやっぱあるんでね。でねはい。まあこの評価でいいのかなって気はします。うん、はい。えー、では解明をご覧いただきましょう。え8番幼稚園コースからのまあ生まれんでの え相手5頭ですね、上、えー、げていただきました11レース若葉特別4時ちょうどの発走です8番幼稚園コース中心の見解でした、えー、さて1つ前のレース10レースいきましょう B1 クラスの特別戦です1 4 0 0 m ル0投立てそれでは印ご覧ください、えー、4番のペリステライトに本命たれたんですね。はい ままああそうです、まあ、これもちょっと穴っぽい1頭といえば穴っぽい1頭なんですけどね前走はね位置取りが後ろになりましたしね、まあ、自分の競馬ができませんでしたから、まあ、度外視、これもしていいと思うんですよねはい、はい、まあ調子はいいんでねすんなりとした流れに乗れればねはいもう正足は持ってるんで一発あってもいいと思いますはいまだ移籍後3着は2回あるんですが、はい、連帯したことがないというそうなんで,すよねうでね。えー まあ期待したいということですが、はい、ということで4番のペリステライト本命で対抗5番、AC 入ってこちらが人気になるのかなとうですねもう本当に金層の内容からしても、ねまあ、こちらが人気を背負うでしょうから、ねはいはい、ただね、ねやっぱり最近位置取りが、ね、ちょっと復帰してからもう一つなんですよねそ,その辺を、ね、考えると、うん、それでペリステの逆転が入ってもいいのかなという評価にしたんですけれども、ねはい、はい B1 に下がって2着が2回続いていましてね,すよねえ勝ちきれないレースが続いている、まあ、安定意味あるんですけれども、はい、確かにその客室面ですよね3番手7番モンド・リュミエールえこれが休み明け1つたたいての2走目ということになります、まあ、前に行ける客室ですよねもともとね、うん、はいでしかも一たたきしての、ね、2走目ですからねもともと重賞でも4着ありますからね気になるところ、まあ、あのどうですか勝ち負けのところまできても で,でも全然来てもおかしくないですね。六番フェローニア、これは B. 2を勝っての昇級戦です。どうでしょうか。昇級、はいまあ、といってもね、あの形だけですからね、<あ>このま,ま言及勝ちあるんで。まあ当然県内の意図にはなると思います。うんうん、あと八枠二頭です。ファインキャプテン、東証チャート。まあファインキャプでね、勝ちきれないんですけど、ね、まあ、安定感は魅力がありますよね。うん、はい。 まあ、当初チャートは、ね、ちょっと定量に戻るんで、ね、ちょっとあの巻き返してきてもおかしくはないですけどね結構、好調期間長かっただけに前走で崩れたというのが、ねうねはい、どう取るかというところで取、ねね、当に難しいところなんですけどね、はい、でも、ひ<だ>ところの人気を考えますとだいぶ人気下げましたからチャンスがあっていいという、はい、力量的には、ね、十分チャンスですね。はいえー、というところで各馬上げていただきましたそれでは買い目ご覧いただきましょう。 え、ここは四番ペリストライトからの、まれンでの相手五頭の組み合わせということになりました。はい、え、十レース三時二十五分の発送です。お楽しみください。え、今日水曜日の競馬、あの、まあ不良ババでしたので、やっぱり前に。各馬が有利かなと。はい、そうですね。うん。あの、まあ、その辺りを考えながらの、木曜金曜のレース。はいはい まあのただね、あのハローがけすると、また馬場の傾向変わってきます,のでそうですよね。だから明日ちょっとね、要注意ですけどね。うん、はい、そのあたり、またしっかりとご覧いただきたいと思います。石堂響騎手、初めてのマルチ勝利を達成しました。やりますね。はい、あの新人は。本当頑張りますね。うん、はい。これで通算八勝目ということになりました。はい、この後の活躍も、ぜひどうぞ、期待いただきたいと思います。えー、今日の解説は、スポーツニッポン桑原勲さんでお届けいたしました。桑原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 そのだけはこの後はご覧の日程で行われます。えー、ナイターシーズン中は、ずっと水木金の3日間、水曜、木曜が大競馬、金曜日がナイター競馬を開催いたします。どうぞその他競馬存分にお楽しみください。